1, 2, 3, 4, 79.7, 5, 6, 7, 8. Kino 1 FM is here today! お願いします。はい、たーい FM 機能をお聞きの皆さん、おはようございます。5月17日モーニング8、これから生放送でお届けしますよ。時刻は8時を回りました。宜野湾市木浦、宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、木曜日担当ワンネー平良吉野が お届けします、お送りします。やっと始まったっていうか、1週間あっという間なんですけど超早くて、今日もまだまだ緊張してます。はい、正直なところそうですね。ではこの番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。安心、じゃあ中ヌメールのテーマや好みの違いということで、超考えたんですけどね、結局ここに行き着いたというか、テーマ決めてからもいやこれでよかったのかなと思ってたんですけど、なんか扇風機からクーラーに変わるタイミングだとか、暑い季節あなたの必須アイテムは何ですかとか、なんかいろいろ考えていたんですけど、好みの違い、例えばですね、例えば自分、妹と同じ部屋に暮らしてるんですけど、実家で同じ妹と同じ部屋で、そこで何ですかね、自分は好みが違うっていうのは、私は窓を開けるのが好きで、妹はクーラーが好きなんですよ。だからこれで窓を開けるか、自分が窓開けてたら暑いって言ってクーラーをつけて、なんでクーラーつけるっていう喧嘩になることが多々あるんで、この暑い季節になるとまた始まるなと思って、とか、あと一つは好きな匂いが違うんですよね。また私はアロマ系が好きなんですけど、妹はもうちょい何ですか、なんか香水の感じのが好きで、同じ部屋にいるとやっぱり匂いがするじゃないですか。だからそれでもまた部屋の中で香水つけたでしょうみたいな喧嘩になるっていうこの、そうですね、なんか好みの違いで皆さんからメールもらえないかなと思っているんですけど、ちょっと難しかったかなと迷いつつも、はい、よろしくお願いします。メールアドレスは 797@fmginowan.com、メールアドレスは 797@fmginowan.com です。また、FM ギノワンでは、ユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。また、サイマル放送もあります。スマホの場合は、リスラジで聞いてください。パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。今日のテーマ、中ヌテーマや好みぬ違いやいびん。なんかこれ、皆さんで、リスナーの方にも自由に受け取ってもらって、自由なメール、メッセージお待ちしていますね。よろしくお願いします。それでは本日のオープニングナンバーに参りましょう。今日のオープニングナンバーはザ・パンプスでオー・セシリア。パンプスって言いました？嘘、パンプスって言ったつもりなんですよ。パンプスって言ってた。パンプスザ・パンプス
曲から入るかどっちでもいいので、今ちょっと間があったんで曲から入りましたけど、曲紹介してから入るのでもどっちでもいいです。あ、自分が紹介してから入るでも曲から入って、はい、曲終わった後に紹介する、こっちがどっちでもいいです。あ、今曲流れるの待ってました。あ、それだったらこのキューシートだったら曲紹介の後曲なんですよ。でも曲が入ってだったらちょっとこの上に曲が入るって書いてあるんで。ああ、そういうことか、なるほど。 OK です、どっちでも。ああ、なるほど、いい感じで入れます。はい、聞きますちなみにマンチャーでいきますよ。マンチャーが分かんないとは。ああ、そっかそっか、マンチャー混ぜこぜ、混ぜこぜ、混ぜこぜ。あと紹介します。はい、ウパンプスって一度目聞こえたかもしれないですけど、ザ・パンプス、ちょっと調べ、違う違う、パンプスじゃなくてバンプス、バンプス、ザ、今もパンプスって言って、バ・パンプスって言いました、ザ・パンプスって言って、ザ、あ、言ってたの、ザ・バンプスですよね、ザ、やばい、ザ・バンプス。じゃあ曲終わったらすぐ後紹介してすぐ次のコーナー行きます。はい、ザ・バンプス、ザ・バンプス、はい、ただ今のはザ・バンプスの、オーセシリアでした。Report. Traffic light. あ、ちょっと待ってください。入ってないです、今。時刻は8時8分を回りました。この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりお天気、交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えします。5月17日、本日は晴れのち曇りですね。南の風晴れ、昼過ぎから夕方曇り、波1メートル。降水確率はお昼まで 0%、12時から夕方6時 10%、夜も 10% となっています。日中の最高気温は31度。今日も暑いですね。昨日も相当結構暑かったんですけど、日中31度ととっても日照り、ティーダカンカン、もうティーダガンガンと降り注いでるので、皆さん熱中症を気をつけて水分もたくさんとって楽しんでいきましょう。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道ですね。沖縄北インターチェンジ、すいません、ちょっとユッキーさん、ウニゲーサビラン、ちょっとピンチ。交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道です。沖縄北インターチェンジ付近の下り車線に障害物があります。
前方に注意して走行してください。沖縄北インターチェンジ付近の下り車線に障害物があります。その他はスムーズに流れています。続いて一般道です。宜野湾市前原と王者名の間、王者名向き渋滞しています。そして国道330号線我如古交差点付近渋滞しています。国道58号線伊佐交差点付近那覇向き渋滞しています。そして330号線ライカムから瑞慶覧向き渋滞しています。北中城戸口交差点付近渋滞しています。はい、以上、はい、一般道渋滞箇所をお伝えしました。今日も一日安全運転でお過ごしください。ゆきさん、ありがとうございます。以上、お天気と交通情報をお伝えしました。あー、まだまだですね、ちょっと。交通情報読めません。ちょっと読めるように今から頑張っていきます。ということで、ツイキャスももらっているので、拾っていきたいと思います。石ころさん、おはもっこり、おはようございます。野の中の銀のホタルさん、おはよう、よしーちゃん。ゆきさん、おはようございます。いつもありがとうございます。ひーこうさん、来ました。おはよう。おはようございます。つるくん、ちーちゃん、かみおし、おはよしのー。おはようございます。エコザイルさん、おはやう。おはよう。ディーパーさん、おはよう。おはようございます。一瞬アフロに見えたって、つるくんさんから。いつだろう。違う、ヨシノちゃん髪の毛多い、髪の毛普通でアフロぐらい死に多い、超多い、うん、よく羨ましがられるんですけど、おばちゃんとかから。いや、なんかこう豊かな髪の毛って感じします。すごい。そうですか、そんなに。あのうちな寒風とかすごい似合いそうです。あ、髪がもう多くて、でも結構高校の頃とか1ヶ月に1回で好きにあの美容室に行くぐらいだったので、本当にアフロ、キノコ、マッシュルームヘアっても言われてたんで、うん、つい同感して割り込んでしまいました。私今日喋らないんです。同感です。そうなんだ、アフロにしよっかな、この際。モッサモッサと、ちょっとあのイメチェンでありかもしれない。それもナルトラさん、おはよしの、おはようございます。あ、キキマルさんから、おはようございます。県外にはうちなぐちは辛いけど可愛いから OK だと。そうですね、うちなぐち自分今勉強してるんですよ。うちなぐちのやっぱりうちなぐちを話せる人が本当に年々減っていってるっていうので、消滅危機言語としてうちなぐちがあのユネスコからも言われていて、うちなぐちがなくなると沖縄の文化もなくなるんじゃないかという、いろいろ沖縄のアイデンティティとかにもね関わってくるし、そこら辺がとっても心配で、一応今大学院に行ってるんですけど、うちなぐちの継承について勉強しているので、ぜひそうですね、うちなぐち分かる人分からない人、みんなで一緒にうちなぐち楽しめるようなモーニングエイト、木曜日モーニングエイトにしていけたらなと思いつつ、ちょくちょく使っていきたいと思っています。はい、つるくん、ちーちゃん、神吉さんから、新潟は昨日32度まで上がったよということで、はあ、そうなん、全国的に新潟も32度、すごいですね。この北の方も暑いと、結構最近この異常気象って聞いてるんですけど、どうなんですかね、この5月の時期からこんなに暑くなったり、すごい。沖縄は梅雨入りしたはずなんですけど、今年は空梅雨でしょうか。なかなか雨が降らず。はい、あとミキヒコ佐藤さん、ハイサイ東京からミッキーです。ミッキーさん、おー、よっしゃ、ありがとうございます。ハイタイヒコさん、婚活先生来たね、後ろにちらりと見えました。今日も婚活先生の話楽しみにしてますよ。みんなでどんどんいろいろ質問とかしていきましょう。
キキマルさん、芸名を吉野選手、純選手純選手ならぬ吉野選手、やばい、純選手にまだまだ及ばないですよ。はい、だけど純選手、本当に自分も純選手見習いたいなと思って、今うちの口勉強しています。とユッキーさん、どうしたんですかめっちゃ笑ってるんですけど。喋れないんですか、あのぐらい。喋れないですよ、全然全然、そこまでは。でもあれで来たらあれで返す感じはできますよね。相手が喋れたら喋れます。うーん、まだまだ全然です何ですかね、なんかもうまだ本当に10あったら4ぐらい、半分もいかないぐらい。ちっちゃい時から喋ってます？喋ってないんですよ自分。うん、ちっちゃい時っていうか、もう本当に死にデージとかこういう単語単語しかわからないので、わからない状態で大学院ちょうど1年半前ぐらいから勉強し始めたって感じですよ。あ、1年半前から、うんうん、全然もう、ほうほうほう、純選手には及ばないだから今目指してる、へ、はい、一人、あ、うん、尊敬している先輩の一人です、勝手に一方的にはい、うん、そんな感じですね。沖縄から梅雨入りですね。そうなんですよ、から梅雨入り。つるくんさんがユッキー喋らんのか厳しいなそれに笑ってたんですけどいやー、ちょっとまだまだヘルプをもらってますよ。はい、どっちか打ち合わせをしなかったのでね、今日私喋るのか喋らないのかちょっと迷ってる。今日ほんそう、できるところまで一人で行こうっていう意気込みで行きま、いました。だけど、はい、交通情報でもストップ交通情報センターの人みたいね、急に入ってきた、はい、そう、ちょっとあれは難しい、なんでかな。エコザイルさん、西野、内縄口同様脈不通も消滅危機言語だから、自分も脈不通混ぜながら喋ってるさ、わら。あ、エコザイルさん、そうだった、脈不通の方、脈不通じゃない、脈、都の方なんですね。この前宮古初めて行ったんですけど、はい、本当にそう思いました。うちのあぐちよりも宮古津の方が消滅危機を感じました。あ、そうですか。そう、はあはあ、そうなんですよね。すごい、なんか伝統的な歌の大会だったんです。で、こっちだったらうちのあぐちで挨拶しても、そういう芸能やってる人はある程度わかるじゃないですか。うん、宮古の人結構うんみたいな、わからん感じの雰囲気で聞いてたんですよ。言ってる人も結構たどたどしくて、一人だけすごい上手な人がいたんですけど。あ、何歳ぐらいの方でした？結構でもやっぱり、あ、司会の方は40代ぐらいでたどたどしくて、はい、上手だった人は70代か60代か。そうなんですよね、やっぱネイティブっていうか、もう聞けて話せる世代っていうのが本当に60、70、ね、ギリギリって感じで。そうですよね、そうですよ。脈不通、エコザイルさん、脈不通なら、奈良地区味噌を利用、あ、教えてください今は自分も中南部、特に浦添中心の言葉しかまだまだ勉強してないんですけど、沖縄本島内でもね、この南部から北部全然違う言葉があるので、そう、勉強していきながら、この宮古島、石垣島、与那国島、本当に各地域の言葉、この多様性がやっぱ沖縄の文化の多様性だなって、そこはしっかり残していきたいです。なんか守くんいるじゃないですか。あ、います。の台とかに飲んだら野村的ななんか書いてあったり。あ、都の言葉で、はい、ちょっと忘れたんですけど、交通安全済みって書いてました。済み済みって何でしたっけ。最高じゃないですか。あ、大豆、ね、大豆とかもありますよね。あ、なんか聞いたことある。大豆って何だったか、友達に都の方がいて、大豆なんとかとかもいろいろ言ってましたよ。そうそう、やっぱ都のこの下地勇さんいるじゃないですかね、うん、下地勇さんもいいなと思って。あ、歌で都のこと、はいはい、都普通で歌をね、いっぱい。かっこいいですよね。かっこいいです、うん、はい、超かっこいい、都普通で。そうなんだ。エコザイルさんは歌ってましたっけ？シンガーでした？
あ、すいません今聞いてる。エコザイルさん、脈普通混ぜながら喋ってるって、ラジオか何かもやってもらってるんですね。ああ、フリムーンラジオって昨日水曜の夜にね、はい、出られてますよ。そうなんですね、脈普通、そうなんだ、フリムーンラジオもチェックしてみます。チェックしてみてください皆さん。続いては、あ、じゃあ次曲いきます。ユイのサマーソング。でもあの別にツイキャスここ入ってないけど入れたのは良かったと思うんですよ。全然最初からまだ絡んでなかったんで、でさらっと絡んで曲いこうかなと思ってたんですけど、大丈夫ですよ。あんまり来るかわからないから時間取れるところで撮っとこうかなと思いつつ、メールがどれぐらい来るかわからないじゃないですか。今のところ私だったら曲終わった後にモーニングエイト、今日のテーマは好きな好みの違いです、あ言ってから CM に行きます。あその方がいいのかな。その時のバランス見て、はい、
時刻は8時24分を回りました。今日のテーマは好みの違いです。ね、歯磨き粉でも洗剤、照明の色でも好きな匂いとか窓派、クーラー派、いろんな好みがあると思うんですけど、好みによってなんか相手に合わせるのかなとかバトルとか、自分は結構流されやすいので自分が何が好みなのか見失うことも多いんですけど、皆さんはどうでしょうか。はい、じゃあメールお待ちしているのでよろしくお願いします。これ今日は続きまして、今日は何の日中やヌーの日やいびーがやーのコーナーやいびん。まずは沖縄手帳からご紹介します。今日は5月17日、旧暦では4月3日、土のと鳥。はい、そして満潮時刻は満潮時刻は午後9時2分、そして干潮時刻は午後2時1分、午後2時32分となっています。今日の出来事はですね、沖縄手帳に書いてあるのは難民祭、那覇市波の上難民祭、そして竹富島の竹取祭が、種取り祭、すみません。種取り祭、竹富島の種取り祭が国重要無形民俗文化財指定、1977年にですね、この5月17日が、その指定の日、種取り祭の文化財指定にされました。すみません、日本語危うすぎて。頑張ります、日本語もうちの口も。そしてネットから見ていきますね。今日は何の日カレンダー。5月17日はですね、世界電気通信記念日、国際電気通信連合とあります。そう、なんかちょっとネット見てたんですけど、なんかそう、このあ、やっぱりいや、ちょっと忘れました。そして、あの、自然保護の日、そしていろんなのがあるんですけど、天皇が初めて新幹線に乗車するとかも書いてる。今日誕生日の日、誕生日の人、ちょっと私が分かる方があんまりいないんですけど、島田陽子さん、女優の方だったり、あと円谷も今日が誕生日と言っていました。円谷分かりますかね、あの、なんか独特な音楽、自分も結構好きです。静かにしたいときにそれを聞いています。今日の誕生花はチューリップ、黄色。おー、花言葉は愛の表示。いいですね。何か他のネットで調べたとき、今日は何の日の、あ、今日の誕生花はジャガイモとかもあったんですけど、ジャガイモも誕生花に入るのかと思って、という感じです。以上、今日は何の日のコーナーでした。ツイキャス。ちょっとじゃあツイキャスも来ているので見ていきます。ミッキーさん、道路交通情報の人、あ、さっきの道路交本土だと呼びかけるのが普通だねという。さっきそうなんですよ。道路交通情報を喋るまで一人でできてたんですけど、道路交通情報の時にもピッと止まってしまって喋れなくなったので、ミキさんのユッキーさんにお願いしました。そしてマスオさん、おはよう、おはようございます。マスオさんが、大手ラジオ局には沖縄でも呼びかけるよ、千葉の花子さんとかが呼び出される。あ、そうなんですね。つるくん、日本道路交通センターのゆきさん、お願いします。はい、当分の間多分。
自分も練習するしますけど、なんか難しいですね、あの地図を見ながらここがこんなして混んでるっていうのを、やっぱり何ですかね、見てたらわかるけどそれを言葉であの伝えるっていうのは難しいです、慣れないと。はい、ミッキーさん、いろいろ経験なので自分らしいラジオや喋りでいいと思うよ、ありがとうございます。なんかとってもあの心強いですね、経験まだ、はい、3回目、そこに甘えてますけど自分が楽しめるような、そしてリスナーさんも楽しめるようなラジオに、ラジオ番組というかモーニング8を木曜日にしていきたいって自分は思っています。つるくんさん、つるくん、ちーちゃん、神吉さん、沖縄が猫とかズケランとか難しい漢字多いからね、はい、なんのあれだろう、交通情報あ、交通情報、交通情報の話ですか。そうだと思いますよどうしたんですか。あれ、じゃあ、はい、あ、そっかそっか、そういう意味か、分かった、はい、はい、あ、漢字が読めないわけじゃなくて、このあれですか。そうなんですよ、そうそうそう、図が独特だから、うんうんうん、そうなん、そう、地図の縮尺とかもかなり独特ですよね。はい、漢字は読めますねある程度地名は読めるんですけど、この地図、どこからどこがどうなして混んでるっていうのを言葉にするの難しい。めっちゃ大きく書き出してみますか。あ、書いてもらえるんですか。大きさの問題か大きさ、いや、これは経験の問題かな多分。ナルトラさん、エンヤーコラヨット、お、違うって書いてある。違う、どういう、エンヤが誕生日っていうことに対してですね。ああもうすいません、自分が喋ったこともちゃんと覚えてない。エンヤこらよっと、はい、エンヤ皆さんわかるかな、結構有名ですよね、エンヤね。リクエストも結構入るんでね、皆さん知ってて好きだと思いますよ。じゃあまた何かのタイミングでエンヤ入れたいな。はいはい、って感じでいいかな。どうしよう、曲いきますか。曲行ってメールに行きますかね。はい、曲どれにしますか。あ、じゃあ、あのですね、進撃のめいちゃんさんからリクエストが来ているので一曲流したいと思います。 Z のクラリティ。あ、はい、その方がいいな。
れに載せてメール読みますか、これに載せてメール読みますか。あみーちゃんからのメール紹介します。はい、じゃあマイクあげますね。はい、キリがいいとこであげますね。どこまで上がる。はい、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんからのリクエストで Z クラリティで です流していますね。ではあのメールの紹介もしていきます。はい、進撃のめいちゃんさん、吉野さんとゆきさん、本日もおはようございます。生放送お疲れ様でございます。好みの違いありますよね。例えば音楽の好み、私は邦楽が好きだとか洋楽が好きだとか、そうですね、本当に様々なんですよね。吉野さんは曲の選曲が邦楽メインだから好みが邦楽が大好きなんですよね、わら。あと自分の場合、寒がりの人は夏でもクーラーをつけたがらない人もいるし、難しいんですよね。ではただ楽しく聞かせていただきますね、ということです。そうですね、あちなみに自分、私は、あ、そっか、選曲邦楽メインになってる、なってますかね。結構洋楽も大好きで、洋楽、邦楽、内縄民謡、沖縄民謡、なんかもうあのスパニッシュ系から結構ジャンルは広く好きです。好みはそうですね、この、あ、はい、それでは CM 喋り終わってからですか。このおで終わらないで何が言いたかったんでしょうか。この曲の好みの違いっていうのも結構同じ部屋に住んでると大事かなと思って、例えば妹と同じ部屋なので、あのたまに部屋で曲流すんですけど、妹と好みがに同じ似てるから結構いいねって2人で盛り上がれるんですけど、好みが違うとどうのね、お互いイヤホンで聞いてみたいななったりって感じですかね。はい、メールありがとうございました。まだまだいろんな、好みの違いメール待っています。はい、40、メールでももうあと1個なので、どんなしたらいいですか。でパパってじゃあ、なんかちょっとだけ喋って好みに関すること、うん、で曲をすぐ言って、うん、はい、 OK です。このテーマはこっちも行ってからですね。モーニングエイト、今日のテーマは、うん、何とかです。はい。曲何行きましょうかね。曲、あ、なんか来てますか。ちょっと、セロリ、ああ、かけます、セロリ、はい、あ、なんだっけ、あ、そっか、うん、モーニング8、今日のテーマは好みの違いです。はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com、 メールアドレスは 797@fmginowan.com です。好みの違いですね。
ではツイキャス来てます。何だったかな、ミッキーさん、3回目ならまだまだ甘えていいと思うよ。俺はそう思うけど。 ありがとうございます。そうですね、リスナーは適当なことを言うから頭を柔らかく、回転を早くね。そうですね、回転ぐるんぐるん回していきます。チブル回転早くしていきますよ。はい、ミッキーさん、曲の好みは偏りまくりですね。俺は安室奈美恵ばかり。洋楽は分からないけど、古い曲新しい曲関わらず雰囲気のノリで楽しんじゃいますね。あ、分かりますね。結構歌詞よりも曲で乗る感じもあります。あの乗る、入っていく、好きになるって感じかな。そう、また好みなんですけど、食べ物とかも結構好み、結構家族みんな食べ物、好きな食べ物似てるので、食べに行くときとかもそこら辺はなんか困らないのかなみたいなのはありますね。また、あ、服装、服装も好みに、好みが親子で違うとか、まあ要は価値観が違うのかなって思ったりするんですけど、例えばですね、おばちゃんが、おばちゃんがあのとても派手な格好が好きで、それに対して自分のおばあちゃん、おばちゃんの母に当たるんですけど、おばあちゃん、私のおばあちゃんはもうこのおばちゃんに対していつも、あんた派手な格好してって、このもっと地味な格好をしなさいって何回も言うんですけど、絶対それはもう好みの違いなので難しいと思いますね。その相手の好みを変える、やっぱ服装って毎日つけるものだし、その人のなんだろう、性格も表せる大事なものだなと思うので、そういう意味でもなんか好みの違いって、まあ結構ぶつかることもあるかもしれないけど、あるから面白いなっていうふうにまとめたりはい、それではじゃあここで1曲お聴きください。マスオさんから あのリクエストです。山崎まさよしさんのセロリ。先生、山下浩二のここテストに出ません。続いては毎週木曜日のこのコーナー行ってみましょう。イエーイ、婚活先生の山下浩二さんです。おはようございます。おはようございます。婚活先生ですよ。来ました。皆さんが楽しみにしてる。あ、そう言っていただけると非常に助かります。はい。曲
今日どうしましょうか。どうしましょうかね。先週、ね、この前、うん、結婚って何か分からなくなってきたって話があったので、ああそう、この前時期の話して、うん、そうですね、最終的に結婚って何みたいな質問で終わっちゃった。そうそうそう、じゃあちょっと哲学しようかな。哲学じゃないけど、はい、じゃあ結婚って何なのって婚活してる人ほど思ったりして、なぜかっていうと、うん、結婚しようと思って婚活するじゃん、はい、でもうまくいかんわけよ。自分が好きな人がいても、うん、相手が自分のこと好きになってくれるとも限らないし、うんうん、じゃあちょっとお付き合い してみましょうかって言っても、その人とね、うん、付き合うことになるか結婚することになるかわからないし、まあ、大体の場合は破局することが多いわけ。あ、そうなんだ。そうなるとお金も使うし、かけて、そうですね、時間も使って仕事の合間にやってっていうと、ここまでして結婚って何っていうのをやっぱ強く感じる人が出てくるんだよね。最初は結婚したいって思って婚活した方だ。漠然と親とか見たり、うん、友達とか見たり、あ、わあ結婚したら幸せそうだなとか、子供が欲しいから結婚したいなとか、うん、いい年齢になってきたからあれ結婚相手いないなとか、あとね、確かにもうちょっと言うと、お父さんお母さんがちょっと病気になった時にちょっと一人じゃ支えきれないなとか、自分が老後になった時に頼れる人がいてほしいなっていうのも実は出てきたりして、うん、まあ、結婚って始めるんだけど、それがね簡単にいかないと結婚しなくてもなんとかならんかなってみんな考え始めるわけ。でそれは別にいいと思うんだけど、自分もね婚活のこの関係のことをいろいろ調べたり、いろいろ情報発信する中で、結婚って一回やっぱ振り返るわけ。うん、結婚って本当に必要なのか。そう思います。うん、思わせ思わせちゃった。で、なんか楽しいし今も、うん、今を考えると、そうそうそう、今考えると楽しいし、でも不思議なことに結婚するっていう制度は世界でどこでもあるんだよね。うん、形違えど、形は違えど、まあ、一夫多妻制のとこがあったりするけど、大体一夫制でありますね、はい、で別に法整備されてなくても結婚、どっかのちっちゃい民族でも結婚があって、うん、で祝言みたいな、うん、披露宴みたいなのをあげるわけじゃん。だから結婚ってすごくおめでたいものとして、うん、確かにずっと人間の文化の中であるわけよ。だからそれを考えるととっても不思議なもので、結婚なんてしなくても実はいいんだけど、うん、人間の性質上なのか、他の動物は別に結婚するわけじゃないさ、1対1のつがいっていうのは珍しいから、うん、人間みたいに1対1の人決めて、まあ一夫多妻もあるけど基本的に世界的には1対1が多いから、1対1の人決めてこの人と一生添い遂げますみたいなことを言ってるのってきっと人間くらいで、うん、誓いを立てるのはね、誓いを立てる、そういう意味では、うん、まあ、結婚ってもうなんか普通に合理的に考えたら別にそこまで必要なものじゃないような気はするんだけれども、いや子孫を残すとかは本能的に必要なものかもしれないけど、うんうん、別に結婚しなくてもいいわけじゃん、はい、理屈的には、うんうんうん、でも人間って結婚するんだなと思うと不思議だし、だからそう考えていくと、じゃあ結婚って何って言われても答え出ないよなっていう、答えのない質問、答えはね結局結婚してみたら分かるんだと思う。あ、結婚っていいなって思う人もいれば、結婚してみて、そっか、離婚した人は、うん、あれはいい勉強だったっていう人結構多いんだよね。一つの体験みたいな、体験の一つとして受ける人もいるし、もう結婚なんてしたくないって人ももちろん出てくるし、だから自分で体験して、うん、自分で感じないとなかなか結婚ってなんだろうっていう答えには行き着かないし、うん、結婚の答えってなかなか一般的な答えは出ないのかなと思って自分が考えてます。それぞれってこと、それぞれなんですよね。 それぞれだと思う、例えば本当に子供を産むための、日本の場合だと、うん、子供を産むための結婚かもしれないし、うん、でもうちの場合はどっちかというと、そうか、まあ、ずっと寄り添って、一緒に寄り添って生きていきましょうみたいな結婚なので、だそれぞれ結婚の目的が違っていいと思う。経済の安定とか、あそうですよね、そうそうそう、経済の安定大きい。その例えば自分がフリーランスで仕事します、うん、でまあ不安定だから一人でも生きていけるけど、ちょっと安定した人と結婚したいっていうのも結婚の理由としてあってもいいし、
沖縄の場合だと、うん、あの結局血のつながり、うん、長男優位のやっぱそういう伝統文化のことを考えると、うん、まあそれこそあの日本の天皇制は男系って言って男の人がどんどん継いでいかないといけないっていう伝統文化があったり、うん、今そうですね、今なんか変わりそうに変わりそうになったけど悠仁さまが生まれて以来また話が頓挫しているけれど、はい、だからそういう意味では、まあ、結婚に求めるものっていろいろあって、でもやっぱそれなりにその人の中に意味はあるんだと思う。そのあその人の中意味がもう自分でも意味を持ってたらいいのかな。で結婚してみないとやっぱり結婚って答えのないものだから、結婚ってしなくていいんじゃないってなるわけ。うん、なってそれで終わるか、やっぱ結婚した方がいいなと思うかによって婚活の力の入れ方は変わってくると思うんだけど、幸せになりますかそれも。あ、だからねこればっかりはさ、うん、恋愛結婚しても、うん、婚活してもお見合いしても何どんな結婚の仕方しても、うん、離婚する人もいれば、うん、幸せになる人もいるから、こればっかりは自分は言えないと思っていて。そうですよね。そうで、まあ、うん、うちの場合は幸せなんだけど、それはお互いが協力してその家庭を守っていくことをお互いに考えられるから、うん、まあ、そういう人と結婚したら幸せになれるだろうなと思うんだけど、まあ、片方だけが頑張っちゃうとしんどくなるかなとか思うし、うん、ただその例えば経済的に豊かになりたいみたいな結婚で年収のいい人だったら、あ、じゃあ外で頑張って働いてきてねっていう人がいてもいいと思うし、うん、あとノーベル賞受賞の科学者の奥さんってだいたい家にいないんだよね、旦那さん。え、ノーベル賞の受賞するような受賞する人の奥さん、奥さんっていうのは、そうそう、奥さんっていうのは大体働いてるってことですか。そう、研究に没頭していて自分のこと相手されないけどそれでも支えてきている人が割と多かったり、うん、だから何を求めるかって本当に多種多様だから、うーん、いろんな、そう、結婚してみたら分かるものって多いし、今離婚ってそんなに重たくないと思うわけ。うん、特に沖縄って離婚率も高いし、うん、自分小学校、あ、中学校の先生してたんだけども、そのなんだろう、子供が親の離婚のことそんなに重たく話さない、子供同士が別れたよみたいな。だから子供にもそんなに、なんか内地だと子供離婚したら子供に悪影響がみたいなのあるけど、沖縄はそれほど感じないし、離婚率高い割に、うん、婚姻率も高いわけ、うん、だから再婚する人も多いから、全国的に多い。あ、沖縄だけ。沖縄が離婚率が高くて、うん、婚姻率も高いって不思議な県なんだけど、うん、だから一回結婚した人は再婚するのが沖縄で、うん、しかも一回も結婚したことない人はが全国的に多いのも沖縄で、うん、だから結婚してみて、うん、あ、結婚のあり方って自分はこうかなっていうのをもうありかなと思う。だから一人目の人と常に添い遂げないといけないっていう時代はちょっと終わりを迎えつつあるかなと。もちろん終わらないような人を選んで結婚して、はい、それでも終わりが来るならそれは一つの選択かなと。好みの問題です、結婚は。今日のテーマ、メールのテーマ、テーマ。そう好みの問題。まあだからどんな結婚をしたいかによって選ぶ相手も決まってくるし、まあ、どんな人生を送りたいかってことですね。っていう人生の中にあくまで一つの選択肢として結婚があって、うんうん、結婚の後ろに大体出産があるわけ。出産を取ろうと思うと大体日本だと結婚するのが、うん、まあ今の常識というか、うん、別に結婚せずに子供産んでる人もいるけどね。事実婚これはまた別ですね。事実婚はもうちょっと別で、別になります。結婚婚姻届は出してないけど、まあ、実際に結婚してるような形、うん、あとは入籍はしてないけど子供産んでる人とか、うん、まあ全員が全員じゃないけど不倫相手の子供とか、うん、そういう場合があったりするので、必ず結婚しないと子供が持てない制度ではないので、日本の制度はね、まあ、生まれてくるものはね殺せないので簡単には、うん、はい、そうできちゃったから入籍しないといけない法律はないから、うん、うん、なるほど。ツイキャスもちょびちょび来てるんですけど、はい、これグレッグさん、グレッグさん、おはようマーク、おはようマークの中の銀のホタルさん、おはようございます。山下さん、
ひいこさん、とりあえず結婚を体験しろと。結婚はね、してみた方が面白いとは思うんですけどね。面白い。まあ自分はね、やっぱり失敗というか、離婚して辛い思いもしてる人いるの で、ね、単純に難しいと思うんですけど、ちょっとしたい気があるならしてみてもいいかなっていう、必ずしなければっていうのじゃなくて、したいっていう、なんかもうあればって、ということですね。ということで、そろそろお時間ですので、では以上、婚活先生山下浩二のここテストに出ませんのコーナーでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また来週。では一曲お聴きください。まなみのファンファーレ。そうです、ひいこさん、あんまり臆病にならずに。まいもさんの友達。なんか結婚、そうですね、結婚しちゃうと案外覚悟できるから、お互いいいようにしようとするんだけど、結婚しないといつでも別れられるじゃん。あ自由じゃない。そう、だから嫌になったら別れればいいっていうのが恋愛で、嫌になっても何とかしようっていうのが結婚。あで、お互いの努力があると幸せになれるし、お互いがどっちかが頑張ってたり、どっちも頑張らなかったらやっぱり離婚するかなと思うんだけど、結婚考えすぎて、なんかもう、そう、あんま考えない方がいい。考えたわね。緑のマスターさん、初めて。ありがとうございます。初めてな気がします。イジェヒョン。セブンスさん。セブンスさん。千人さん。千人もいる。あ、銀トロさんと知り合えない、緑のマスターさん。じゃあ来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。何でも経験は大事ですね。経験だ。ラジオも経験、結婚も経験。沖縄気象台から来てます。あ、はい、ありがとうございます。さあ、時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。モーニング8 FM 宜野湾のスタジオから
平良吉のよしが生放送でお送りしています。引き続きメールツイキャスたくさんお待ちしています。マッチョイビンドウ、テーマは中ヌテーマや好みの違い、やいびん好みの違い、いろんな好みありますね。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com、 メールアドレスは797@fmginowan.com です。ちょっと好みの違い、ちょっと難しかったというか広げにくいテーマにしちゃったので、まあでも自由に広げてもらっていいので、メール待っています。エニゲーサビラ、この後26分までメッセージのご紹介や今日のニュースをお届けします。はい、では琉球新報沖縄タイムスから、記事をお伝えします。まずはじめに琉球新報の社会面からお伝えします。酒気帯び運転、米軍族を逮捕。宜野湾署は16日、宜野湾市大山の国道58号で酒気を帯びた状態で車を運転したとして米軍キャンプフォスター所属の軍属ラモント・メルトン容疑者を道交法違反容疑、酒気帯び運転で現行犯逮捕しました。基準値呼気1リットル中 0.15 ミリグラムを上回る値が検出され、メルトン容疑者は酒は抜けていると思ったなどと容疑を否認しています。逮捕容疑は16日午前2時50分ごろ、宜野湾市大山の国道58号で酒気を帯びた状態で車を運転した疑いです。続いて琉球新報のスポーツ面からお伝えします。新人東、DeNA 新人東初完封。 DeNA はルーキー東がプロ初完封で3勝目を挙げ、今季の阪神戦初勝利に導きました。終わりに沖縄タイムス地域面からお伝えします。宜野湾ハーリー8年ぶり新設へ、実行委員会を結成。宜野湾市大山の宜野湾漁港で8月19日宜野湾羽衣ハーリー大会が実施されます。沖縄コンベンションシティ会や浦添宜野湾漁業協同組合を筆頭に実行委員会を結成し、内容を詰めています。沖縄コンベンションシティ会理事長の前森実行委員長は、子どもが主役の祭りにしたいと意気込んでいます。市内でのハーリー大会は2010年まで宜野湾市観光振興協会が主催するフェスティバル内で行われていました。8年ぶりに全く別の形で新設されます。発起人は前森委員長です。昨年6月に参加した名護市辺野古のハーリー大会で地元や米軍関係者などが入り混じって楽しみ、熱中する様に感動したといいます。前森委員長が宜野湾でもやりたいと周囲に声をかけ、活動がスタートしました。益城中学校 PTA、 漁協関係者、市議など賛同者が実行委員会に加わり、現在は25人で協議を進めています。中学生の部は市内4中学校から各2チームずつ合計8チームで競います。一般の部は42チームに設定します。前森委員長は、子どもたちがみんなで一致団結し、成人式などで集まった時話題になるような思い出の場にしたいと熱っぽく語りました。以上、琉球新報沖縄タイムスから記事をお伝えしました。 CM を挟んで皆さんからのメッセージをご紹介していきます。次どうしますかね。メール1個、少しお返しします。
メール1個紹介して、コーナーに入る前って曲って入らないですか？もうそのまま。あー、それかコーナーに行ってもいいですよね。どっち、先コーナー行きます？先コーナー行きますか、うん、先じゃコーナー、コーナーはしゃべり、タイトルはしゃべりでしたっけ？タイトルはヨッシーのうちなぐちで食レポコーナーって言います。言います。エコーかけます。あ、そうだ、エコー、はい、お願いします。 CD 忘れちゃった。ブランドンさんの何でしたっけ？ブランドンのガチマヤ。ガチマヤ、今日は一応作ってきたので、でもメッセージをご紹介しますって言っちゃったからちょっとだけ紹介します。ああ、ですぐコーナー行きます。メッセージ、メール、メール、はい、短いの来てたんで、そうですね、これやろう。時刻は9時7分を回っています。今日のテーマは好みの違いです。はい、メッセージご紹介します。エコザイルさん、ヤシのユキヒメおはよう、チュエコザイル出すよ。好みの違い、一匹じゃない、笑、一人一人個性違うように好みも違いあって当たり前よ、人間だもの。よし、これ以上ネタ広げきれんから終わる、わら、じゃあ後からやーっていうメールありがとうございます。エコザエルさん、優しい。好みの層違い、そうですね、そう、一人一人、うん、個性違うより、好みも違いあって当たり前。そう、なんかそうですね、なんか好みの違いっていうのをテーマにしてから昨日からずっと考えてたんですけど、当たり前だなと思ってはい、ではメールありがとうございます。まだまだお待ちしています。はい、ヨッシーのうちなーぐちで食レポコーナー、イエイイエイイエイはい、さて始まりました。このコーナーでは味のある島くつば、うちなー沖縄の言葉をなーひん、もっと日常で使っていきたいといううむい思いから、うちなーぐちわかる人わからん人、むるまじゅん楽しめるようなコーナーにしていきたいと思っています。第1回目は平屋地でしたね。リスナーの皆さんにこの私がしゃべるプチ衝撃場の中で話していた食べ物は何かを予想してもらいましょうという感じでゆるゆるとやっています。本日第2回目はですね、1回目の反省を生かして、ムルウチナーグチアラン、全部ウチナーグチじゃなくてこの大和口もマンチャーマンチャー、あの混ぜながらいきますので、では早速いきたいと思います。はい、タイバーちゃん、チューヤヌーシーガチャガ、今日は何しに来たって？ユンタクしに来たさ。やん、アンシェチューマーサムンチュクラヤ。イエーイ、おいしいの作ろう作ろう。ワンリンティガネサビーサ。アンシェ、材料ある？材料アイビーミー。いい、材料ムルスリトーサ。全部あるよ。ソーミン、ビラゴア、チデークニ、玉ねぎ、ツナ缶、ノリ。そうめん、ネギ、ニンジン、玉ねぎ、ツナ缶、ノリ。うっぴ？これだけね。と、うっぴせーまーしくちくらりんど。売りからまたちくいはじみや。う。はじみに玉ねぎやそうみんに合わせて細かく、粗くちらんぐーとぅ。
はーい、粗くならんように切ろうね。売りから総民に合わせて、地でくにしりしり。玉ねぎん細くやんど。チャンプルーの時はマギークやしが。うん、人参しりしりしたけど、玉ねぎ、目痛いさ、デージ。あんし、玉ねぎボールんかいうち、売りからビラゴアン、ビラゴアンチッチよ。よし、ビラゴア、ネギも切ってボールに入れました。あんしえなあ、ビンカイ、みじうフォークいって、沸騰しから、しぐ、そうみんゆでて。えい、ばあちゃん、あふれる、鍋から水があふれるよ。あふらさんぐーと、弱火しから、名刺さーにかき混じて、ゆですぎたらまこうねんくて、ゆうきいちぎて、えあたいなとやんち、いふえかために、ざるんかいいりやに、しぐみじっちかき混じて、麺洗う。ああ、麺をざるに入れて、水で洗うとき、ちょっとぬるぬるするね。あんやさや、くんどうきっさちちうちえるやし、なび、ちゅらくあらやに、あんだいりやに、やし、いたみてから、いひゅがまーす、塩まーすがちょっと入れて、きっさゆでてうちえる、そうみんいりやなかい、まーすがいって。え、ばあちゃん、塩だけでいいの？いい、いいさ、いいさ、ひいじぬチャンプルーより、マースや多めに、醤油、いひわいち、むるまぜる。醤油ちょっぴんね、塩多め、オッケー。出来上がってから、喫茶のビラゴア、ネギよネギビラゴア、チラチ、うりし、完成やいびさ。はい、ネギはパラパラっと。わー、まさぎさっさ。味がさくと、うん、いっぺんまさぬ。はじみてん、うまらんじょうできやっさ。こっち、さびたん。はい。ということで、では、私たちは、ぬーちくといびいたがや、何を作ったでしょうかということですけど、どんなかなはーい。野の中の銀の蛍さん、ガッチマヤ、いい曲。あ、ありがとうございます。これは、はい、ブランドイングさんという方の曲です。ハワイの、うちなんち4世の方が作ってる曲ですね。グレッグさん、わらですか？キキマルさん、ソーミンチャンプルー？はい。野の中の銀の蛍さん、ソーミンタシヤ、作っている。美味しいよね。キキマルさん、豆腐が入ってないとタシヤなのか。はい、まさに、答えは、ソーミンタシアーでした。ありがとうございます。そうなんですよ。ソーミンチャンプルーって自分も言ってる、最近まで言ってたんですけど、最近知りましたね。豆腐が入ったらチャンプルー。入らなかったらタシアーらしいです。チャンプルーね。そうそう。ばあちゃんも言ってたんですけど、でもまあみんなもいろんなのを使ってるから、どっちでもいいさとか言ってたんですけど、豆腐が入ってないとタシアー。ソーミン、ということで、ソーミンタシアでした。ちょっと簡単だったので、もう一問。では、ソーミンタシア、シンプルな料理ですよね、そうめん。そうめん茹でて、野菜と混ぜて。ですが、作ってみると、一平ムチカさん、結構難しくて。じゃあ、どんなしたら、麺がくっつくんですよね、麺が、ひっちゃきむっちゃきして。じゃあ、どんなしたらくっつかないでしょうかというもう一つ質問どんなですかね、ゆきさん、わかりますか？油あえる。油あえる。ああ、油あえるんですけど、それより以前に大事なものが正解。答えはですね、茹ですぎないことだそうです。麺を、おお、やっぱ結構麺って1分2分ですぐ茹でれるので、ニークターなったらむっちゃ軽うなるよということで、ニークター茹ですぎたらもう大変なので、茹でが大事だから、ちょっと固めに茹でることが大事だそうです。はい、むっちゃ軽、むっちゃ軽ばあちゃんからまた昨日喋っててですね、いろいろ習ってて名言があって、失敗してから常時ない、はじめから、ジョージ・ウランドということで、ラジオも同じだなと思って聞いてました。
なんか初めから上手な人は上手な人はいないし、やっぱ失敗していくうちに上手になっていくっていう風に言ってたんで、おおばあちゃん名言とか言って楽しんでました。エコザイルさん、そうめん茹でるの30秒ぐらい、こんなに30秒ぐらいでいいんですかね。自分いつも1分半ぐらいはやってるんですけど。ただそうめんで食べるんだったら1分半ぐらいだけど、他社作るんだったらね、ちょっと短めでもいいかもしれないですね。30秒、そうですね、1回30秒。自分も結構そうめんちゃん他社好きで作るけど、自分ではなかなかまだ1回もよしこれだっていうのを作れたことないので、今度30秒でやってみようかな。エコザイルさんのこのアドバイスを受けて、さっきの豆腐が入ってないと足し屋なのかって書いてたけど、はい、豆腐が入っているそうめんチャンプルってあるんですか？食べたことないですよね、はい、あ、やっぱりそうだからですよね、合わないですよね、あんまりね。そう、そうめんチャンプル、そうめんチャンプルに豆腐って、うん、あ、でもなんかネットで調べたら豆腐入れてるところもありましたね、はい、やっぱレシピでは、レシピの中で。私の中では、うん、タシアはビラゴアだけで、うんうん、チャンプルは人参とか玉ねぎとか入ってると思ってました。野菜がいろいろ種類が多いのがチャンプルみたいな、はいはい、あ、定義がわからないですけどね。ね、もういつの間にかもう多分自分の中では混ぜるのは全部チャンプルっていうイメージがあったので、そうめんも野菜も麺も全部混ぜるからチャンプルって呼んでたけど、タシアなんだって。チャンプルは混ぜるだけど、タシアってどういう意味ですか？あー、わからない。そこ調べてこいよって感じですよね、すいません。あ、そっか、タシアの意味は何だろう。タシアね、確かに調べてきます。はい、今度の分かるかな。大好きです、美味しいですよね。美味しいです、はい。そうめんタシアチャンプル、簡単だし、塩と醤油でちょっと味付けしてね、うん。ナルトラさん、バリカタなんかな。バリカタどうなんですかね。そうめん茹でるのでも30秒でも、またフライパンで炒めるときに柔らかくなるんでしょうか、うん、なるはずなるはずなるはずという感じですね。では以上、今日も皆さんコメントありがとうございました。また来週も気合い入れていきますよ。はい、以上、うちなわ口でヨッシーのうちなぐちで食レポコーナーやいびーたん。では一曲お届けします。図鑑でハイジ。そうめんプットル、あ、そうめんプットルってそうめんをプットルにするの、ちょっと聞いたことありますね。でも、食べたことない。でもやだ、なんかやだ、そうめん、せっかくそれだったらさ、もう小麦粉をプットルにした方が良くないですか。麺の状態から潰すってことですね。あ、どういうこと？ちょっと麺に残る感じの、なんかもう細々としたな。そうめんプットル調べてみよう。ちょっとそうめん好きとしてそれはちょっとちょっとな。そうめんプットル、いや、そうめんプットル聞いたことあるけど、あんまり食べないんじゃないですかね、多分。でも私屋はご飯や麺類を炒めるという意味。へー、あ、エコザイルさん、へー、またチャーハンも足し屋なんですか。チャーハン、ん、チャーハン、チャーハンジューシーみたいなやつですか。チャーハン、チャーハンはね、もし、あ、確かに炒めてるから、うちの口の口で言ったら足し屋なんですか。足屋になるかも。へー、そうめんペットルって出てくる。うむくじプットルじゃない。むくっとるってどういう意味？うむくじプットルじゃないって言ってるけど、わかんない。教えてください。野の中の銀のあたるさん、じゃあプットル何ですかね。新聞、あ、わかった。汁に入れたやつかな。パッタイ風そうめん、違う、そうめんプットル、
あ、謎だらけ。モーニングエイト、メール、銀メールの方から来てますね。さあ、番組も残りわずかな時間となってきました。今日のテーマは、なんだっけ、好みの違いです。メールいただいてるので紹介していきます。メール、今日もお菓子の銀のトロンボーンさんからです。おはよう、吉野ちゃん。テーマ、好みの違い、ムングシ違い、アホ、うちの口でムングシっていうのかな、ムングシ。音楽の好みもみんなと違うはず、自分が聴いているのは大体マニアックかな、ということで、あ、リクエストも来てますね。なんて読むんですかこれ、刀、とね、羽根マリコさん、とんとこと、マリオットの夜だそうです。ちょっと、とわさん、とわ、とね、とね、マリコさんのマリオットの夜、後でじゃあかけれたらいいんですけど、はい。そうですよね、好み、みんな違う。自分がこれ好きと思っても結構、本当に好みって多様ですよね。音楽から。どういうの聞くんだろう。でも自分が聞いてる、大体マニアック。気になりますね。おかしな銀のトロンボーンさん。どういう、マニアックってでもどういうのがマニアックかよくわからないんですけども、食べ物とかはどんなですかね。食べ物というか、じゃあ、はい皆さん、こういう、あの、私のちょっと広げにくいテーマにもかかわらずメールありがとうございました。もうかけますか。結構ない、あ、なかった、あ、ちょっと、マリオネットの夜ちょっと曲がなかったので、そうですね、時間もないです、はいそろそろじゃあ締めます。じゃあ今日皆さん、あの、メールツイキャスメッセージありがとうございました。あ、ちょっと待ってくださいね。うむくじてっぷる、あ、野の中の銀のホタルさん、プットル、うむくじプットル、でんぷんを溶いて火にかけて混ぜて味付けして最後にビラゴア入れて出来上がり。あ、そうですね。ソーミンプットルーとはまた違う。ソーミンプットルーをちょっとまた知りたいです。ナルトラさん、お疲れ様、仕事行ってきます。はい、ありがとうございました。今日も皆さんありがとうございます。じゃあ早口になったんですけど、この後は10時からライフサポートラジオ、11時から暮らし研究ラジオ、12時からはミースのチラトークを放送します。チューン FM ギノワンでお楽しみください。モーニングエイト、お相手は木曜日担当、平吉野ヤイビータン、ミヘイデイビル、またやー。
に気象台来てますよね。あ、次のゲストまで気象台まで、はい、ありがとうございます。今日も終わった、お疲れ様でした。私いなくてもいいかなと思うんですけど、そういうあの時間配分がなんかね、はい、展開があれなんだけで、喋りは全然私がいなくても交通情報だけでいいかなと思って、交通情報時間配分